はい、皆さんこんばんは、2回目の出演となります吉岡里帆です。わあ、里帆ちゃんありがとうございます。いやいや、また呼んでもらっちゃって。それはそう、うん、ちょっともう前回幸せすぎて、うん、こんなに楽しい番組あるのかなと思ってびっくりしたんですけど。本当になんか宙を見つめましたよね。いやいや、幸せすぎてこれ、みたいな。休み、うん、仕事、休み、あれ休み、仕事はい、もう前回もね、映画アイスクリームフィーバーのお話などいろいろ伺いましたが、うん、今回はリホちゃんの好きな食べ物の話を聞きたいんです。はい、持ってきてます。そして目の前にね、ちょっと並べてますけども。嬉しい。いや、私初め、さきこさんこれ好きかなってちょっと点点点はてなみたいになったんですけど、ズバリグミです。出たー、グミおかゆグミを今さきこさんに勧めんの結構メンタルいるいや、そんなことない、そんなことない、全然もう私なんてもう本当にね、もうグミをいただけるなんてもう私はもう果汁グミとアンパンマングミの後もうグミから締め出されてるんで、今日ついにグミのドアを開けさせていただくという。もう嬉しいですね。ありがたい、ありがたすぎるよっていう。反対だから食べてらっしゃらないっていうのを聞いてちょっと嬉しくなりました。ねえ、もう未知の味に出会うのは至上の幸せですから、うん、じゃあちょっと今回私から紹介をさせていただきます。やった。はい、まずは、私のねこのグミ好きっていうのをメディアでね、うん、話したきっかけの番組がありまして、キンキキッズさんのブンブブンで、うんうん、アンケートに吉岡さんの好きなものをお二人にプレゼンテーションしてくださいっていうことが書いてあって、何をプレゼンテーションしようと思ったんですけど私グミすっごい昔から好きだけど、意外とメディアで言ってないなと思って、それで話したのがきっかけだったんですよね。でその時に日本グミ協会の会長さんとお会いする機会が、おいきなりトップに行ったんですね。いきなりトップの方が来てくださってそこでグミ検定っていうのをやっていただきまして。そんなのあるの？それ何なの？なんか即興でその市販で売られてるグミを目隠しして触って、その触り心地でどこのメーカーの何の商品かを当てるっていうか聞きグミ。そんな盛況な宴がこの世では繰り広げられているんだね。そうですよ。そんな遊びをしまして、それで無事突破しまして。突破したんだ。それは普通に当てたってこと？そう、なんかそれをもしやっていただいて当てれたら、日本グミ協会会員として認めますみたいな試験ですごい、はい、狭き門ですね。はい、無事に、はい、会員になれまして。すごい、そうなんだ、はい、そうなんですよ。現在名誉会員というのを、はい、じゃあ背負っ歌わせてもらって、はい、なのでまあちょっとねそういうのもあるので、まあまずはご用意しましたのは、はい、日本エールというグミですね。これはその当時の、はい、日本グミ会長さんが教えてくれたグミなんですよ。ああ、じゃあもう、うん、ど真ん中で。そう、ど真ん中で、すごいこうピュア系のグミなんですけど、なんか日本各地の、うん、そこの名産を使ったグミっていうのを発売していて。あ、見たことあるかも。あ、本当ですか、うんうん、で今回ちょっと私もねこれ偶然いただいたんで、あ、これさきこさんにも食べてほしいと思って、こちら北海道産ですね。一つは夕張メロン、そしてワハッカのグミです。へー、なんかおしゃれ。ちょっと開けてみましょう。なんかそういう感じなんだねグミって今もうなんかグレープとかオレンジとかそういうのじゃないんだね。もう進化してますから。ちょっと、はい、夕張メロンかな。メロンの香りするかな。かわいい。そう、なんかね本当になんか素朴で、うん、無駄がない感じで、すっごい香り高いよ。そう、結構ね、うん、じゃあ、わあ、美味しそう。ってかめっちゃ綺麗、はい、ね。ちょっとじゃあ食べてみてください。いただきます。うん、じゃあまず夕張メロンいただきます。美味しい。今気づいたのは、グミってこの食べ物のラジオに向かないね。音がしなくて。音が。これはね。本当に音がしない。音がしない。でも想像してほしい。なんかもごもご。もごもごして。でもめっちゃ美味しい、ね。笑っちゃう。うん。
え、発火もいいですか。うんうん、言ってください。発火すごい歯医者さん、うん、美味しい。めっちゃ美味しい。美味しい美味しい。スーッとしてね。うんうんうん。わ、でもやっぱグミって美味しいな。なんでグミ好きなんですかね。なんか私多分歯ごたえあるもの好きなんですよ。なるほど。歯ごたえがあって、で例えば甘いものじゃなかったとしたら、食材だったらタコとか。うわ、わかる、うん、なんかああいうなんエビイカとかもそうですけど、なんかこう噛んでる感じ、フランスパンとかもそうだし、もう上顎怪我しながらね。そう、なんかあのね、すごい噛んでるっていうことがすごく好きで。なるほど。そうだから、なんかその、まあ、グミは仕事の合間に食べれるんですよね。確かに、こう糖分取れるっていうので、多分仕事する時に肌身離さず持つようになって、それでなんかどんどん、へこんなのもあるんだみたいな感じで。なるほど。あとなんかね、こう子供心を思い出すっていうか、なんか、遊びっぽいっていうか。確かに、ちょっと娯楽がね、入ってる食べ物の中に。なんかエンタメ性が好きですね、グミの。なるほどね。そしてさっき音がねしないっていうのありましたけど、ちょっと待った。おなんかグミの人来ました。ちょっと待った。グミの人がグミだってラジオに向いてるんだぞということで、はい、これもグミ好きの方は皆さんご存知かと思いますが、一粒甘露さんから出ていますグミッツェル。何それ。これは私があのコンビニとかで買うグミも食べるんですけど、もうわざわざ取り寄せてでも食べたいグミ。そんなに、そしてめちゃくちゃリピートしてます。あ、そうなんだ。これ今ね ASMR とかでもあのすごいバズってて。え、音するの。音がする。へー、わー、ありがとう。どれがいいですか。今ねなんか、ババ抜きみたいに差し出していただいてるけどじゃあ、なんかこの黄色いやつにしようかな。ありがとう。ぜひ。わー、ほんとプレッツェルの形してるグミなんだ。そう、これはね美味しいですよ。開封。私も食べよう。グミッツェル、私が今手に持っているのはグレープフルーツ味です。いただきます。はい、どうぞ。いい音。いい音。なになに、なにこのパリパリ、なに。すごくないですか。めっちゃ美味しい、ね、目が今2倍になった。びっくりして。グミです。あの要はグミを衣揚げしたみたいな。衣揚げっていうかコーティングした。あ、でもそんな感じかも。へえ、外側がパリパリなんだ。そうそう、それがチェルなんですね。そうなんですよ。しかもこの商品人気すぎて、あの新宿に路面店があるんですけど、一箱しか売ってくれないんですよ。一人一箱まで。狭きも。そう、限定なんで。それもあって私はあのもう通販でまとめ買いしちゃってますね。へえ。うわ、いい音。この音すごい。なんかつららをさ、冬の朝踏みしめたみたいな。つららは踏みしめられないね。霜柱かな。確かに確かに霜柱っぽい感じする。白氷を踏むような、美しい。これさ、真冬のさ雪原のさ、に出た時にさ誰も足跡がついてないさ雪の風景の中で噛んでみたくない。めっちゃいい。何、詩人。詩人。ちょっとアーティストがいるんですけど目の前に。いきなりポエムを読んでしまう。もうたまらないですね。うっかり読んでしまった。私としたことが。いや、めっちゃ美味しい。まあよかった、これ本当に食べ続けたくなる。これはね、咲子さんからラジオの誘いあった時に、え、これ絶対一緒に食べたいと思って、一粒甘露さんが2022年に出された商品で、最近だ。これはモフワという商品なんですけど、あ、かわいい名前。こうモフフワ食感のグミを甘露さんが作っていいね。はい、もう人気がありすぎて今年の夏。どうぞ。ありがとうございます。いただきます。この子のミニサイズと、これは、定番の
ヨーグルトソーダ味。美味しそう、大好きヨーグルト味。あ、よかった、うん、なんですけど今年の夏は期間限定でな、なんだっけな、なんかみかん味の商品も出てましたね。そうなんだ、うん、これちょっと私初めて食べますので。あ、嬉しい、うん、初めてを共有できる喜び。いただきます。はい、あー美味しそう。すごい可愛い雲みたいな、ね、雲がなんかボケーってしたキャラみたいな、うん、後で可愛い顔してる。インスタ見てください、番組の。はい、いただきます。はい、どうぞ。すごい弾力、すごい。なんかもっと柔らかい系かと思いきや、私でもね、やっぱこのハード系のグミ好きとしてはもうこの裏切らない、こう柔らかくしてないのがすごい好き。なるほどね、うん、でも確かに今もすごい、なんかコンビニとかで見るとさ、硬、うん、さで選べるんだね、うん、そう、なんかほんとグミのなんか勢力が拡大してきてるなと思ってて、うん、なるほどね。コンビニのね、販売してる場所がどんどん広がってるのを見ると。確かに。え、ちなみにグミ好きになったきっかけとか覚えてますか？なんかグミっていうより多分私、うん、もちもち系が好きで。なるほどね、うん、なんか今はまあグミ紹介しましたけど、うんうんうん、あの基本的にやっぱもちもちしてたりとか、弾力のあるものとか、お餅系がやっぱすごく好きなんです。はいはい、うん、はい、それは私もあの、はい、やらせていただいてますよ。あ、やらせてます、やらせていただいてますよ何よって感じなんだけど。やらせていただいてます。そうなんですよ、小学生の時にお餅つき大会ってあったんですよね。わあ、懐かしい、餅つき大会。懐かしいね。あれが大好きで、初めてその大量の大きいお餅をペッタンペッタンしたやつを手でちぎって、あのきな粉のとこにポイポイ投げてくる、なんかお母さんとかめっちゃ言ってくれて、ポポポイって、それを勝手にこうつまんで食べた時のあのつきたての餅の美味しさ、超わかる、ね、あれがやっぱり脳にこびりついてるんで。ああ、あれは確かにソウルフードかもだし、うん、私ももう完全に最前列でやってた、うんうん、もう一緒だ、うん、がめつい感じで瞬間にいただくみたいな。そうそうそう、もうやってた、やってた、うん、そっか。そう、だってリホちゃんはあの京都の今宮神社の炙り餅、うん、大好きねー。俺も一緒やん。あれは最高の串刺しのもちもちだよね。本当によく作ったあのサイズ、うん、そう、あれね、あの焦げ、そうなの、なんだあいつ、わかんない、なんか本当よくできてるなと思ってて、うん、私結構やっぱこの芸能界に出てきて、うん、やっぱこう地元への貢献度という、多分炙り餅に一番貢献してる可能性あるっていうぐらい、炙り餅大使くらいの、もう炙り餅のことむっちゃ言ってる、うん、あ、そうなんだ、うん、もうありとあらゆる場所で炙り餅のいいところを話してるかも、うん、もういいよって、みんな知ってるよってなるかもしれないけど、それでも言わせてくれっていうか。あれすごいですよね。すごい、やっぱ直火で炙火でこうね、炙ることでまぶしてあるきな粉の香りがバーッと立ち上ってね。そうなの。でそこに白味噌のね、タレも相まって、ちょっとその甘じょっぱさみたいなのもあって、美味しい、あれ食べたいな。全部で11本とかかな、なんか結構量があるんだけど、お餅1個ずつが小さいから。そう、私の夢はあれをいつか、はい、あの花束のようじゃないですか、うん、あれをなんか11本一気食いしたいっていう夢があるんだけど。めっちゃいい、ゴゴゴゴってやってめっちゃいい夢。確かにあえて出てきて11本丸ごとはいけないもんね。さすがにね、なんかね、うん、ちょっと空気読んじゃうよね。そうなんですよ。でも見たいな、ちょっと。ちょっと今度見届けてほしい、めっちゃ見たい。ちょ、もしそれすることあったら動画撮って私に送ってきてほしいです。うん、分かった。やりますって書いて、見てるって書いて。インスタライブやってほしい。やばすぎる。前人未到のね、うん、意気食いをしたいなっていう感じなんですけど、いいですね、うん、今日はですね、はい、あのこんなにグミをたくさんもてなしていただいたお返しという意味も込めまして、うん、京都 の、 あのもう一つのマイフェイバリットもちもち、深野、うんうん、不満寿さんが駆けつけてくれましたのでお呼びしましょう。深野不満寿さんです。うわー、饅頭大好きです。嘘、もう不饅頭は本当に好き。マジで結構しょっちゅう買って食べてますね。てかおふって素晴らしいよね。素晴らしい、あんなになんかしょっぱくもいけるし、甘いのもいけるし、うん、なん
か懐広い。いや本当に、好きすぎて私本当に、うわー聞いた聞いた、もう美味しそうすぎてやばい。もちもちしてる、もちもちしてる。この笹の形に形状記憶してるの可愛い。あ、そうそうそう、なんかさ、そう跡ついちゃってんだよね。可愛い、すごい可愛いよね。柔らかすぎてね、笹の形ついちゃうんだよね。私あのハットとか深くかぶっておでこに跡ついた時に、うん、私不満中みたいだわって思ったりしたりしますか。可愛いです、してます。これだいぶ可愛いです。いやいやいや、はい、深野、ね、不満中さん、丹波大納言のこしあんを青のりを塗り込んだ生麩で包んだおまんじゅうということで、笹の香りに包まれてるので、はい、うんうん、もうすごい最高だよ ね、 ね、やっぱこの笹っていうのがいいんですよね。私草で包んだお菓子全般好きだから。わかる、うん、草包みね、草包み系、草包み系ね、草包み系とかで紹介してほしい。りょうちゃん、なんかいいですね、草包み系やりたいな、うん、やりたい。いただきます、いただきます。うん、美味しすぎる。もうなんか上品なあんこと、うーん、青のりしっかり香ってますね。やっぱこのさ、お麩ならではの、うん、もちもちなんだけど、うん、こうプツンって歯切れがいいじゃないですか、うん、なんかこの歯切れの良さがかなりツボで、うんうん、お餅にはないもちもちというか、うん、確かに、うん、なんかこうちょっとモフワのこと思い出しちゃった。もう一回食べてみる。ちょっと一回食べてみようか。食べてみようか、うん、お拭いた後にね、うん、いやすごい弾力。なんか噛み切らせないっていうね。すごいですね。なんかなんかまだ諦めてないよね、うんうん、咀嚼されることを。笑っちゃう笑っちゃう。うーん、あ、おかしい。でも確かにこの噛み切れる感じはお麩ならではですよね。本当に。今モファーがね、口にまだいるんだよね。そう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 、すごい滞留時間長いから。のすごい自己主張強いから。でもすごい美味しい、これハマっちゃいそう。うん、でも嬉しい。置いてっていいですか。じゃあ置いてていいよ。凍えるほう、なんか改めてね、この世界中のものを食べ尽くしたであろう咲子さんに、うん、こうグミを紹介するっていうのがかなり新鮮だったんですけど、うん、やっぱね咲子さん全部ね楽しそうに食べてくれるんですよね。なんかそれが私改めてこの人が好きだってすごい思いました、ね、うん、私も好きです。やったぜ、やったぜ、両思いや、両思い、成就みたいな。成就。はい。そしてそんな素敵すぎる吉岡里帆さんが主演されてる映画アイスクリームフィーバー、7月14日から公開ですね。はい、うん、そうなんですよ。もうぜひぜひ皆さん、ね、アイスクリームをね片手に見てほしいぐらいなんですけども、ちょっとそれはちょっとね映画館ポタポタしちゃうので、はい、スタッフの方からのね、はい、NG が入っちゃうからね。じゃあ見てから、うん、アイス食べてとじんわり映画のことを思ってくれたら嬉しいなと思ってます。わー、いい夏になりそう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。